聞くアーティストウェイ第7週1日目、はなです。まりこです。よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。はい、なんと、はい、半分過ぎました。お疲れ様でした。お疲れ様です。素晴らしい、素晴らしい。みんな6週間もなんやかんやとなんやかんやってきたんですよ、はい、素晴らしい、天才、偉い、すごい。もう自分を褒めて、ね、褒めまくって、みんなも褒めまくって、はい、はい、もうなんか私はね、いつも毎回半分来たら勝手にお祝いをしてるんですけど、あ、そうなんですね、はい、そうなんです。今日ね、マリコさんとも ね今日一緒にお祝いしましょう、しますけども、はいはい、皆様もぜひぜひですね、自分をね、はい、半分祝いをぜひ自分にしてあげてほしいと思います。はい、やりましょう。はい、じゃあ失礼して私も、はい、はい、いきます。今日も失礼します。はい、いいよと、はい、今日はですね、マリコさんがガラナエールっていうのを買ってきてくれました、ね、ガラナっていう響きがいいよね。いいよね、かっこいい。初めて、なんかね、いつもマリコさんが見たことないようなのを買ってきてくれて、あ、香りがすごくいいよ。あ、本当だ、こんな遠くまで、うん、なんかね、黒字に赤の字で、しかも北海道の絵が描いたんですけど、はい、じゃあちょっといただきますね。はい、はい、ハグおめでとうございます。おめでとうございます、はい、皆さん、私コーヒー、皆さんにお祝いをしておきます。乾杯。乾杯。甘い、甘い。あ、ビールじゃないね、これ。あ、ビールじゃないんだ。ひー、すごい。発泡酒ってビールの仲間じゃないんだ。すごい甘い。ごめんなさいね、うん、あんまり甘いの取らないですよね。あ、取らないですけど、お酒ならいいです、うん、あ、そうですか。大丈夫です。あ、そうですか。ビールかと思ったら、なんかね、失礼しました。あ、大丈夫。炭酸は入ってます？変わった感じ。あ、炭酸と、あとね、うん、なんか、なんだ、かき氷のシロップを薄くしたなんかそれをなんか飲ませてるのなんか罪悪感あるな。嬉しいですけど、はい、はい、その薄くしたシロップが炭酸になってて、なるほど、アルコールが入ってるみたいな。はい、じゃあこれを、美味しいのかな、それ。いや、はい、いただきます。すいません、大好きですので、はい、はい、じゃあこれをいただきながらですね、はい、やっていきたいと思いますが、はい、じゃあ半分お祝いをね、はい、半分お祝いをね、もうぜひ、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、したいっていうことと、じゃあですね、何から言おうかね、うん、今日はね、まあまずじゃあ、うん、いかがですか、半分過ぎてみてね。どうですか。どうですかね、うん、やっぱりまあ、うん、なんやかんやモニペですけど、うん、時間確保ねみたいな感じですけど、うんうんうん、そうですね、うん、なんかこう今まで考えてたこととかの落としどころっていうか、うん、なんかつながってきますよね。本当、うんうん、なんか私が、うん、まあ、私は主に掃除を仕事にしているんですけど、うん、でたどり着いた何かが、うん、花さんにとってとか、うん、アーティストウェイをしている人にとっては、うん、あ、モニペだったのかなとか、あ、うん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 、整えることとかね、マリコにとっての掃除が、うん、モニパーにとってのそう、モニパーにとってのモニペー、あー、うんうん、とか、うんうん、ね、手帳の先生いるじゃないですか。あ、はい、いますね、はい、名前出してもいいですか。手帳の先生、はい、バンバンよしこさんという手帳の先生がね、いますけども、我らが、ね、はい、彼女は手帳にいろいろ書くって言ってますけど、うんうん、なんかそういうことにもね、こう全部いろんなことがつながっていく、うんうんうん、物語だなと思いますね。繋がっていく物語、なんか素敵ですね。素敵ですね。ちょっと遅刻してきたから、なんかいいこと一つ二つ言わなきゃと思って。大丈夫、気にしない、大丈夫です。はい、はい、私ゴロゴロしてましたけども、はい、はい、そう、あ、そうそう、それなんか聞いてすごいなんかこう理解されてる感じがして、なんか私ね、本当にマリコさんの前だから言うんじゃないですけども、うん、モニペはですね、心のお掃除だと、うん、あらま、はい、常日頃思っておりまして、あらま、はい、うんうんうん、そうなんですよ。しかも毎日の掃除ですね。そうです。うん、そうなんです、うん、大掃除っていうよりは、うんうん、毎日拭き掃除するとか、うんうん、毎日ちょっと片付けるとか ね、そういう心に対してそういうことをするのがモニペかなって、うん、か前から思っているので、うんうん、マリコさんがね、自分にとっての掃除が、うんうん、みんなにとってのモニペなのかなっていうのは、うん、むっちゃもう理解されてる感じがする。あ、よかった、モニペの理解、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ私は実際のお部屋の片付け頑張りますので、うん、マリコさんちょっとモニペ書いてみて。そうですね。そんな感じで、はいはい、あ、そうそう、この間ですね、マリコさんの、もう思いついた順番で話しちゃいますけども、マリコさんのお片付け講座やっていただいたんですね。あ、どうもありがとうございました。オンラインでですね、こちらこそありがとうございました。とても有意義な、すごい素晴らしくって、はい、そう、それで私あと、あ、一応ピーってしとこうかな、ピーを3つ捨てました、うん、はい、なるほど。ちょっとその講座の日にね、マリコさんにいろいろ話を聞いて、うんうん、その後みんなでちょっとお片付けタイムをね、うんうん、ズームでつなぎながら、ね、はいはい、したんですけども、はい、そしたら私がちょっとコンプレックスが元になってて捨ててなかったものがちょっと多めにあったっていうことに気づき、うんうん、はい、それを捨てました。ちょっと
言っちゃうとまああの、うんうんうん、ブラなんですけど、まあ言うんだP なんだった P ね、ちょっとはい、あのちょっと自己開示してみようと思いました、はい、なんかあります？心の動きっていうか、心の動き、いやすっきりしたかな、うん、あそうですか、うん、あついでに、ついでに今日だから今日新しい服をなんとなく着てるのは、あなるほど、そういう動きかもしれませんね、うんうん、なるほどなるほど、うんうん、なんかそうそう、はい、なんかちょっと話がまとまらなくなってきたんですけれども、いえいえ、はい、はい、じゃあまた次回ね続きを、はいはい、話していきたいと思いますが、はい、はい、そんな感じで、うん、半分過ぎたっていうことで、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、皆さんもおめでとうございます、はい、じゃあこれからも引き続きやっていきましょう、はい、そうですね、よろしくお願いします、ありがとうございます。